スペイン・マドリードで2017年に開かれたパレスチナ人民連帯国際デーの記念行事の様子。写真の人物、ムサ・アメル・オーデーはパレスチナ大使である。パレスチナ人民連帯国際デーは国際デーの一つ。アメリカ・ニューヨークの国際連合本部、スイス・ジュネーブやオーストリア・ウィーンの国連事務局などで、パレスチナ分割決議が採択された11月29日に、 毎年祝われるのが通常であるが、2003年は12月1日に行われた。この国際定は1977年12月2日の国際連合総会決議 32-40B で11月29日と定められ、同じ決議でパレスチナ問題の起源と展開の研究の着手が提案され、1978年に開始した。 1979年12月12日の決議 34-65D で記念切手の発行が要求された。2012年の国際連合総会では、パレスチナを国際連合総会オブザーバーに格上げすることについて投票が行われ、賛成138票、反対9票、棄権41票で承認され、決議67-19となった。 特別な祝賀行事は、パレスチナ人民の不可侵の権利行使に関する委員会が諮問し、国際連合パレスチナ人権部が主催する。毎年、国際連合事務総長がこの日に合わせてメッセージを寄せる。日本では2014年11月26日に、パレスチナ人民連帯の国際年とパレスチナ人民連帯国際例を記念し、 国際連合広報センター主催のシンポジウムを立教大学池袋キャンパスで開催し、2018年11月29日には短編映画ガザのある数用を上映する記念イベントをアップリンク渋谷で開催する。ありがとうございます。